今日の役職は、農家。農家か。ういあら、人狼自信2期がアーカイブに3人湧いてました。おお、誰や誰や、なんかめっちゃ言い方嫌悪な人狼自信テーブリクロス、テーブリクロス、テーブリクロスね、リンゴ阿部富士が見た。おかしいやろそれなんで2期やねん1人自信あります。ネキやネキそれネキやネキ自信あるね。自信ネキ。さーてやりますかねー。あーカッチン。誰もいねえじゃん。うわ、すげえ。ライボー。イエーイ。素晴らしい。おお、テンポがいい。うん。いいテンポ。喧嘩売られてる。誰に？なんで？見て、ピカクロスに喧嘩売るやつは。帰ってこい。誰もいねえじゃねえかよ。アーカイブ閉まるな。ちょっとだるい。じゃあなー、アベレージ。おいおい、見てません。阿部ちゃんって最後宿舎来てたかも。宿舎いました。いや、停電なる直前ぐらいに宿舎入った人います。それトスゲ、トスゲ、あ、トスゲの後、トスゲの後、あとあと、もう停電になった時にはミーティングいますよね、お二人で、はい、さらにその後、その後はリンゴさんは来てるけど、そうですね、あのヌーに乗って停電前にはもうはしご上がりきってたかなと思います。うん、停電なりながら入ってきた人、ね、ミーティングに入った順番がトスゲンほぼ同時、うん、リンゴさん最後がスナパイさんで、スナパイさん最後ミーティング配線の位置におられる。あ、うん、そうなんだけど、その時にエンジン側から宿舎に昇降機右って入ってきたのが阿部ちゃんだったような気がしてて、あ、もしそこにいるとしたら、ヌーンは最後左にあったので、うん、ヌーンで来てるわけじゃないと思います。あ、ヌーンで来たのがリンゴさんなんで、あ、そうですね。え、リンゴさんどっち？うん？アーカイブから。そうだよね、そうだよね。はい、うん、最後俺昇降機右に入った時にヌーンは左にあったので、右には来てなさそうだなって感じですね。ミーティングは誰がいるの？4人いる。4人誰がいる？トスゲン、トスゲンでリンゴさんだったり。この3人ってミーティング降りてないよね。降りてないです。オッケーです。だったら白出せると思います。僕シェリフですね。ありがとうございます。あ、それはいい。ごめん、スナパイさんっていうのはアベレージ君がミーティングに行ったってことじゃなくて、来てたぐらい。そう、だからその後ヌーン乗って右に直しに行っていたらメヤさんなんだろうなとは思うけど。あ、ヌーン確認してもらえれば、ヌーンが最後左になることは絶対あると思う。うん。ここ左とかでしか切れないと思う。あと思うんだけどな、見間違いだったら怖いからこの話なし。でも誰かがいたっていうのは。でも誰かがいたってことはそれは
リンゴさんの可能性があるって感じ。ちょっとごめん、聞いててよくわからんかったんやけど。あ、いやでもリンゴさん多分ね、開幕早々に多分リフトの反対側行ってんちゃうかな。あ、宿舎のダウンロード、宿舎右のダウンロードやってるんで、早々ではないんですけど、スナパイさんの言ってるタイミングではない気がします。うん、そうだよね。はい。昇降機右っすよね、宿舎右。昇降機、うん。あ、ごめんなさい、そうです。うん、うん、で、乗って上行ったんだよね。うん、はい。あ、ちなみに停電はピカクロスが貨物で直してます。はーい。はい。はい、じゃあ、ピカさんは無理そう、さすがに。うん。うん。あ、その阿部さんの情報が無理です。結局死人、死人はどうなんだ。マウスよね。おい、おい、もうちょっとまとめた方がいいと思う。そうね、結局中さんの情報があったとしてもなかったとしても、ゲンさんとスリンゴって厳しそうですよね。そうですね、僕から無理そうだなって、蓋をされてます。うん、あの浮いてるのでじゃあ言っときます。ハイブリが停電中か終わりぐらいにエレキメイン最後エンジンの、入ったところです。入れたかな、入れたと思う。うん、扉は全部開いてました。藤宮は合ってる、ハイブリさんと。僕は合ってないです。もうちょっと先抜けてて、僕は武器庫入ろうとしたぐらいで終わりですね。うん、停電中はメインエンジンって抜けてるぐらいかな。あ、じゃあ扉開けたの藤宮くんかな。多分そうですね。脇見てる人いないですか。ないと思うんだよな。アーカイブでは見てないですね。アーカイブ見てないです。メインは切って名役と僕だけやったっけ。メインが藤宮名役足湯か。そうだね、藤宮もいたよね。僕がアーカイブで本タスク3冊やってから U ターンしてるんで、うん、あれ、その真ん中ら辺にはいない。ちょっとごめん、エンジンルーム脇って俺とサントスさんだっけ。エンジンは私だった気がする。あ、じゃあごめん、俺、うん、アベレージ君かなと思って聞いただけ。じゃあエンジンにはいないです。はいはいはい。ハイブリさんってエンジン脇でエンジンに戻ったの。あなた、エンジンメインエレキでタスクやってエンジンに戻ってきたよ。戻ったんだ。あと赤メタさんかな。場所出てないんですけど、めちゃくちゃ怪しいっす。メインの上側、宿舎に飛べるベントタスク中でボタンが鳴ったんで、逆に言えばそこからベントは誰も行けなさそう。最終死人は多分停電の時足湯さんとシャワーですれ違ったぐらいなんで、めちゃくちゃ浮いちゃってるし。移動経路だけ欲しいっすね。貨物脇っす。貨物で湧いてからそのままタスクをこなして上回りでメインで終わり。それで停電中は多分停電中ちゃうかな。僕ね、あのシャワーで赤メタ君見てないから見えて、僕から見えなかっただけっていうだけやと思うけど、停電中やと思う、それやったら。どのタイミングで停電だったか覚えてます、赤メタさん。いやでも停電中でした、シャワーにいた時は。だとしたら藤宮君か私が見そうな気がするな。いや俺も見そうですけど、ね、あでもアーカイブのピカさんは俺見た、だいぶ序盤ですけど。そう、序盤で俺通り過ぎてますよ。ピカさん、メイヤさんとかアーカイブで見たかな。え、俺のことアーカイブで見た、違うかな。マジ俺アーカイブの本2冊しまって停電になって、昇降機右に入って降りて終わってるんですけど。あ、まあ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 、まあ、いたかな。僕はシャワーはそこら辺浮き位置だから、まあ、うん、まあどちらにせよか、うん、まあ僕も含めてですけど、うんうん、まだ切らないとだけ、うん、はい、はい、気になるけどね、はかめたさんは。まあ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 、うん、白取りますわ。気持ちマット寄りな感じがします。人外だと。わかる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 。まあいいキルは通したんで、キルペ上げていきたいね。どこにいるかなって感じよな。いやーマジかー。おいーおいー。一応このターン停電直したんで待っといてしときます。おいっす。カメタさんってこのターンアーカイブから速攻右行って速攻アーカイブ帰ってきたんですけど、さっきのターンキッチンで湧いてて、そこでゴミ箱タスクがやったんでラウンジの方で出てたから、そこだけ片付けて。ゴミ箱タスク、ラウンジで連携しないですけど。どういうこと。え、ラウンジでゴミ箱のタスク、え、さっき取ったのに。そう、さっき取ってるし、それでやった。だから連続タスクってキッチンで湧いたのがミーティングか
あのラウンジで湧いたのがミーティングという因果関係だから、キッチンでやったのがラウンジに湧くっていう。ゴミ箱あげるやつが2個あるってことですかね。めちゃくちゃマットっぽいと思ってて、そうだね、なんかここに時間費やされる方が良くないと思うから、さっき自分も浮き市だったから浮き市ちゃんと洗った方がいいと思って、スナパイさんの論からリンゴさん、源さん、トスちゃんが無理っぽいから、まあ他はほぼ全員浮き市、うん、浮き市だと思う。あ、きついな。まあもう釣っていいんじゃない、こんだけ。いや釣っていいと思う、てか釣ってマットだったら、うん、洗っていけばいいと思うし、うん、絶対それがいいと思うよ。うん、まあ道連れ発生しそうな予感はプンプンするけど、今やったら釣れるかなって感じかな。そうそう、今はまあ一応減ってからだとスナパイさんとか白角市を持ってからリスクが上がるんで、うん、人多い方がいい気が。一の人持っててくれ。浮き市いなくなったらでかいな。落ち投票ね。まあ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 誰を持っていくんだい、誰連れてきたい、最低限バイバイ。全然最低限の仕事してねえよ。全然マットメイトってバレてるやんけ。リンゴさんがいなくなった。あら、おお。今回も展望で停電直してます。脇から行くしかないか。貨物さんとスナッパイ。はい。アーカイブピカクロス単脇。エンジンルーム足有名屋、あと一人がゲンさんかな。ハイブリウキです。宿舎金庫ミーティング。ちなみに私エンジンじゃなくてキッチンだったと思います。下からずっと走っていって。メイヤ君誰かおらんかったっけ？右左行ったん。あれ藤宮か。ゲンソン。藤宮や。エンジンね、藤宮メイヤ足湯や。うん。でエンジンから左にメイヤ足湯藤宮で、あのコックピット付近に行かなかったっけ？左に行ったんだ。うん。富士宮武器庫の方に行ってるかもしれないですね。あ、違う、コックピット行ってるわ。そう、コックピット行った。そうだそう、俺武器庫行ってキッチン展望って行ってるから、でコックピット行って僕はそのまま宿舎ミーティングって行って、ボタンって感じ。あ、ブリさんいました？足屋さん。ブリちゃんは見えてない。俺奥やもん。で、あの富士宮行けなくなったから初日のキルできる浮き位置が、足湯ハイブリメイヤピカクロス。で私は停電直してる人、うん、でメイヤ君じゃないの？ん？違う、あのターンは違う。死んだターンは貨物で直したって言ってるから。ああ、そういうことか。今回のターンかと思った。このターン、うん、ピカさんに白を出せます。あの除染室の前を通って最後エンジン配線にいるのを見てるんで、そのキルは私が走っていってるんで、ピカさんに切れる位置がで私してピカさんが白です。ピカさんしては私が白にならないです。メイヤさんかハイブリさんっぽいけどな。そうだね、俺浮き市が初手がですか？今回も含めて。初手はでも俺ヌーンの情報的に厳しそうじゃないですか。初手スナパイさん見てくれてなかった。いや俺が最後停電なりながら安倍ちゃんらしき影を見た後、ミーティングで配線までやって奥まで行ってっていう時間があるから、その間にヌーンが戻ることはできるんじゃない？いや分かんない、音聞けたらあれだけど、ヌーンじゃなくてベントで飛んできって戻ってるとか。ああ、まあそれもありそう、ね、で右側の死人がなかったんですよ。で藤宮が多分アーカイブ付近におったけど右で見てないんで、多分右とか関係ないと思うんですけどね。あの左の視点は俺誰にも会ってないから、うん、俺視点も出せないね。メイヤさん釣ってみたいかな。あ、はい、マジですか。あ、ごめん、俺先スキップ入れちゃったわ。なるほど。うん、ごめん、ハイブリさん見つけたら切ると思います。2ロいるんでお願いします。はいはいはい、はい、攻めたね。まあまあ、いやー面白い。まあまあ証言がちょっと怪しか。そうね、てか俺しか切ってねえから、たま俺がハイブリさん切ってねえのには疑われちゃってんだよ。申し訳ねえ。あーそっか、そう、選手が悪かった。多分全キロだと思う。あれ誰、結局アベレージ宿舎にいたん？じゃあね、うん、弁当か。
ほいほい。え？まぶんとか。そのヌーンで右側に行ったらそのまま落とされて皆さんが左に向かして。あ、ほんね。はい。はい。スナパイさん切られました。主張になりますよね。一番や。一は？タオルタスク。もう待っててタオルタスク終わってからそのまま立ってた。あのね、僕エンジン脇が藤宮足湯明弥やって、でそのそう情報が明弥くんからちょっとさなんか僕が忘れてた感じあったんで出さんかったんでちょっと明弥くんの方が僕は怪しいかなって思ってる。このターンミーティングにいた方停電中ぐらいからボタンとかタクロスピカスさんエンジン停電直しました僕。違います。停電直したのはアシエさんどこですか。貨物です。すいません、あのアドミンを見てまして1秒だけ。停電中の情報です。停電シュッて消えたぐらいの時にミーティング1エンジン1貨物1 で固まってたところがあったので多分それがシャワーなんだと思います。そこが多分ハイブリさんと、メアハイブリさんとスタカイさんかな。エンジンは私、うん、あまあシャワーはちょっとごめん2人しか見えてない。タオルタスク入れるとこしかいないので分かんないし、なんでミーティングと貨物は弾いていいかなと思います。仮にこれが第三者によるキルだったとしても、あいやそれはないから俺視点がハイブリさんって脇どこアーカイブで貨物ラウンジからスナパイさんが来た。あ合ってる。どうすか私はちょっと厳しいかな。俺決め打ちの進行だったんだ。二陣が落ちてる想定だったらいけますけど、赤メタさんでマット確定で俺視点結構明弥くんにしかならないっていうか、ごめんやんけんか、俺初手から全然合ってないので全キル明弥くんの可能性あるよね普通に。あハイブリさんクルーだったらボタン押しに行くか証拠機右待機するかなってちょっと思っちゃうけど、いつの段階でこのターンが。だってスナパイさんが普通にあったんやもん。待つよ。まあ、どっちかだな。推理をしてハイブリさんをするか、うん、もう生き残りだと思ってスキップするかの2択です。現状ごめん申し訳ないけど俺からはみんなの話を聞いてしか推理が伸ばせないので、うんうん、勝手に浮き位だからとかもう残ってるからじゃないからね。そうですよね。うん普通にだって合ってないから。これはもう、うん、他になんか合ってる人がいるんやったら何ぼでも話できる。ハイブリさんが黒だとしてもこれスキップかなって思いました。メイヤさんハイブリさんの2路もあるし、うん、私もそう思います。うん、負けたー、押し負けたー。あら。ハゲしまれー。やったー。命かけてるねー。二度分けー。二度分けー。まあいいな。扉ね。そうそうそう。あんな何かと思った。ハゲ締めてやったわ。阿部ちゃんやっぱいたよね、昇降機。うん、いましたね。あ、よかった、見間違いじゃなくて。その右側ヌーン乗ってって、メイヤさんにやられて、メイヤさんが左にヌーン持ってきましたね。あー、やっぱそういうことだよな。タイミングバッチリでしたね、だから。おお、あれ、イビル？イビルだよ、ね。まあ、いいボタンで。いいですね。死んでても死んでなくてもって感じです。タスクはまあ、これで私は、俺は全然いけそう。私は終わりする。僕は厳しいっすね。ちょっとまあ頑張りますけど、ダウンロードが終わってないっす。ああ1分半でも厳しそうっすか、シュウさん。ダウンロード終わってないのは厳しいんじゃない。厳しい、うん、厳しい。脇1ランダムだから、そうダウンロード1と反対に飛ばされたらそれだけのタスクでも1分半怪しいから。ただにしてもちょっと決めきらん。まあでもいいんじゃない、死体発見とボタンも、うん、あね、残ってなくはない。ハイブリさんが白だった時にハイブリさんすると多分タスク勝ちってほぼなくなるんですよ。そうだね、うん、でなってそうなると多分キルしてないインポスターを落とさないといけないという状況になるので割とどぎつい。俺視点もなんかみんな視点怪しいのは分かってるのね。雰囲気的にもそうやし状況的に浮き位置だから。でさっきの分も俺が切ってる可能性あるやん、俺がインポスターで。それが分かるから隠しろとしての扱いはしなくていいから普通にスキップしてほしいかな。タスク頑張ってほしい。ハイブリスって終わったんだっけ。終わりそうなんだっけ。終わりそう。今2人台残りだったら
今二陣外残りだったら人外暴れ得だったはずなんで、暴れ得って切って終わりだから、うん、暴れ得も、まあ、明夜くんは明夜くんなんかなっていうふうに思ってて、あと一人はしてるんですよ、誰でもありえるから。ちょっとだからそうね、あのハイブリさんが白で二陣外が残ってるってケースだった場合は多分もう終わってるはずだから、終わってるから、そう終わってるから、ね、印象的にはもう残り二陣外なんですよ、うん、そうだから俺視点の俺の印象的にはゲンさんがめっちゃクルーっぽいのね。まず、スナパイさんの、と俺が切ったことに関して一定の疑いは持ちつつもスキップを提案してくれてるから、俺視点は俺がクルーなのでゲンさんが一番白いと言ってく、逆に言うと釣りをしてるサントスさんが一番怪しい。オッケーです。わかりやすい、それすごく。だった場合に、だった場合にこのボタンめっちゃ首絞めるけどね。いや、まあ、だから俺がまた釣れるって思ってたかなって思うから、俺視点で出せることって多分俺がクルーで出せることってこれしかないから、多分、まあそうね、議論内容で精査してほしいと思ってる。サントスさんかブリちゃんかな。まあまあわかります。僕視点。全、うん、キル名屋さんだった場合がもうね。うん、そうね。そう、それもどうしようもないんだよな。まあ全キル俺なんだよな。まあまあまあスナパイさんは切ってるけど。全キル俺だからね。まあ、でも怪しいに入っちゃってたからな。頑張れ頑張れ。どこ気に行くのかな。こいつだろこいつ、このバナナ。いけいけいけ。殺せ、このバナナを殺せ、バナナを。あ、そいつでもいいぞ。こいつでもいいぞ。メインメイン。あ、持ってる。あ、やばい。あら、合流しちゃうかなこれは。合流しちゃうね。おお。いやでもどっち行くか。いいやん。いけるいける、ただ逃げている。あーわーい、いい位置しかも締めます。ただ足湯さんがサントスさんの死人を見てるから、ここでリポート入ったら、まあ、まずカメラを、いや、おお、一緒にカメラ見るで引き返す。引き返した。おお、そして引き返す。いや、これサントス、まあでもバイタルまではいかんかな、うん、あ、ゲンさんがボタンいってる。あ、でもサブ鳴らした。でも足湯さんも、うまいな、うまいな、うまいな、バイタル、あ、行かない、行かないね、はい、足湯さんが、あ、でもえ、まあこんだけ探したら行くんじゃない。足湯さんももう下に探してる。お、あ、足湯さん、あ、おーおお、これはワンチャンある。あ、ミーティングでやれるかこれ。うまい、左にある。あ、うまい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 、これは、いや、いけるぞこれ。あるな、ヌー、左だから。3キロありそう。あるお店を鳴らしてから、あー、今コミサブやないかっていう顔しながら。アドフィン読み。でも自分で直すとそれはそれで。そう、ボタン、その分の切り替え。アシュさんが行かないか。サントスさんが。あ、だ、奇跡的に、奇跡的に誰も行かない。お、行け。直したんだ。タイムさん、もう切れるんじゃないの？ナイス、ナイス、ナイス。お見事。ナイス。これ逃げ切られるか。ナイス、かっこいい。あぶねえ、素晴らしい。これは気持ちいい試合だ。いい切る。どこで死にました？バイタル前。バイタル前ですね。バイタル前か。扉閉まってるから行かなかったんだよね。惜しかったですね。いや、メヤさんのサポートもいいですね。ありがとう。いやいやいや、もうコミサブ鳴らしてやりましたよ。いや、いい扉閉め、マジで。あれ、扉閉まってるからナイス行ってないなと思っちゃったから。いや、いいし、いい扉閉め、マジで。ナイスすぎる。素晴らしい。いや、ありがとう。